年末年始の宴会、この曲で盛り上がった方も多いんではないでしょうか。なにわ節だよ人生は、島津亜矢さんです。飲めと言われて素直に飲んだ、肩を抱かれてその気になった、バカな出会いが飛行に負けて、よそはいいのに一目惚れ、別れて諦めました。人の情けに染まりながら、俺と情けの枝で死ぬ、何は合う日だよ。